栃木県道19号、藤原塩原線は、栃木県日光市と那須塩原市を結ぶ県道である。日光市の絹川温泉橋と那須塩原市の塩原温泉橋を結ぶ道路。ほぼ全線は、栃木県道路公社が管理する、一般有料道路非使用有料道路となっていたが、2020年12月11日に、無料開放された。沿線には、 多数の温泉やスキー場があるほか、別名、もみじラインの名の通り沿線には、多数のもみじが植えられており、関東有数のもみじ狩りの名所となっている。もみじラインの料金徴収期間は、当初30年間であったが、竜王橋ラインの追加により、徴収期間を延長し2020年12月までの48年2ヶ月となる。竜王京ラインの料金徴収期間は18年9ヶ月と、 なる。工事費は、もみじラインが19億円、竜王橋ラインが32億円で、走行費51億円。もみじラインもみじライン、塩原料金所竜王橋、ライン料金所休日時を有料道路区間には、有料道路時代より、無料開放された2021年現在においても、以下の相性が設定されている。もともとは、1938年整備の、 絹川温泉と塩原温泉を結ぶ観光、産業道路であったが、福音橋等のため再整備し、有料道路として開通。料金所は藤原と塩原の2カ所であった。このうち塩原料金所は国道405線の分岐から約6キロメートルの地点に位置し、料金所手前に公衆トイレ等を備えた広場がある。 塩原温泉川から同地点までの利用の場合は利用料金は徴収されなかった。秋の紅葉見物や冬のスキー場へ向かう観光客と国道121号線の竜王郷への観光客を分散させ混雑緩和のためバイパスとして一本のトンネルと五機の橋梁で構成。料金所は植えた木の一箇所であった。ありがとうございます。